You're listening to Shibuya Cross FM.始まりました。毎週金曜日19時からの渋谷女子企画。パーソナリティの桜井奈々です。よろしくお願いします、はい、そしてジェーナグループでビューティーアドバイザーしてます安藤美沙です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今日すごい観覧の方本当にありがとうございま す。寒くないですか？大丈夫ですか？ありがとうございます。すごいねえ、私たち本当にちょっと緊張ですね普段ない緊張感が、うん、緊張してさっきも噛んじゃった自分の名前で、はい、じゃあ、渋谷女子企画は、いろんな週でですね、MC が違うんですけども、第3週は桜井奈々さんとお届けしているので、はい、そんな奈々さんのまず自己紹介の方を教えていただきたいと思います、はい。ご存知の方もご存知ではない方も、はい、ですね、私桜井奈々はアメーバブログの方で主婦ブロガーとしてブログを書いております。はい、主にお料理や子育て、日常のことと、まあ、ちょっとうちね、愉快な人々が、うん、多いの で、ね、ネタが多いのでなんか更新回数も多いので、うん、1日かなり8回ぐらい更新したりしています。すごい。でちょっと、はい、一昨日ざっと計算したら、うん、今年の1年間のアクセス数が PV 数3億、PV 超えてて3億と思う。我ながら3億人が見てるってことですもんね、奈々さんのブログをこの 1年、ね、1年間でですよね。そうなんですよ。人口超えと思って。人口超え超えてますよね。人口の3倍って近く、ね、すごいね。ということで、見てくださってる皆様の1年間ありがとうございました。来年も変わらずガシガシ更新していきます。よろしくお願いします。お願いします。番組のこともいっぱい書いてください。お願いします。書きます。ありがとうございますはい、そんな奈々さんから番組の説明もお願いします。はい、さあここで渋谷女子企画、どんな番組なのか教えちゃいましょう。渋谷女子企画とは渋谷ガールプロジェクトのこと。みんなの夢を応援していくプロジェクト。自分に合った事務所を探したい、ランウェイを歩いて注目されたい、自分の作った曲を世界中の人に聴いてほしい、あなたの夢を世の中にどんどん発信しちゃいましょう。やってみたいことをテーマにした参加番組、今後のために勉強中の子たちを応援していきます。さらに今も活躍中の素敵なゲストさんも出演していただくので、成功するためのヒントをこっそり聞いちゃいましょう。この番組では皆さんからのメッセージも渋谷女子企画の公式ツイッターとインスタグラムで募集しています。ぜひ渋谷女子企画で検索してみてください。みんなのメッセージお待ちしています。はい、そして今日はビューティートークのコーナーがお休みで、奈々さんのコーナーです。はい、今日は七色夢日記番外編、まあもう今年も終わりですからね、あれをします。そうですね、あれ皆さんもぜひぜひお楽しみください。はい、そして本日のゲストはベーシストの佐藤さんにお越しいただきます。それでは7時50分までのお時間お付き合いお願いします。渋谷女子企画、この番組はキレイをサポートするジェーナグループがお送りいたします。それではお聞きください。オープニング曲は仮面女子でセクシーラビット。
ガールプロジェクト。ジェーナグループがお送りする渋谷女子企画、この時間はベーシストの佐藤さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも。はい、自己紹介。はい、はい、ベースをやってます佐藤です、北海道清田区平岡の出身です。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますお願いします。はい、佐藤さんのねプロフィール、そんなちょっと、はい、あれじゃあ一言でねまとめさせてもらって、はい、こっちで発表させてもらっていいですか。はい、なんかね、言ってください。はい、って私が入ってなんか今のところね北海道出身ってことしか分かってないんでそうか、ざっくりでしたね。大丈夫ですか。はい、お願いします。アーティスト、ベーシスト、バンド活動を経て楽とソロツアー参加を皮切りにライブベーシスト、ソロアーティストとしてのキャリアをスタート。限りなくカジュアルなビジュアル系という独自のコンセプトを掲げ、幻の自然現象ムーンボーを追い求める旅プロジェクト、ムーンボーチェイサーでの活動、執筆、自主イベント開催などさまざまなライフワークを通して日々表現中とのことですが、はい、これ読んでも不思議がいっぱいでしたね。そうですか。いやいや、分かりやすい。多彩ですよね。多彩、多彩、ありがとうございます。一言で言うと、はい、ベーシスト、一言で言うと、そうです、ベーシストがメインの大人です大人来ました。よかった、子供じゃなくてよかったですすいませんね、分かりづらくてね。いろいろこうつまみ食いしたいんですよ。そう、なんかね、もう興味があることがなんかちょっといっぱいすぎてね、ちょっと分かりづらかったね。今自分で作った文章なのに聞いてて分かりづらかったまさかの反省きました。もともとバンド活動をずっとされてて、はい、そうです、ずっとあの北海道でバンドを組んで、うん、はい、そのバンドでもうメジャーデビューを目指して東京に出てきて、はい、で気づいたらこう旅したり、その虹だなんだとかいろいろ始めちゃいました。でもすごいですね、ガクトさんのソロツアーを参加、はいはい、お世話になってます。お世話になってます。こちらこそもうお世話になっております。知ってる人は知ってるしっていうね。そうですね、もう、はい、うちの あの家族 の, あの接着剤としてすごく重要な役割を担っていただいて、いやいやいや、もうあんな美味しい飯を食わしてもらったらいや何でもします。いやいや、ご飯のために大体、はい、あの、うん、うちの家の中でちょっとこう何かこう、はい、軽くたまにひびが入ることがあるんですけど、大体いいタイミングであの現れる。そうなんだ、現れるんです。そうなんだ、いやいや、救世主なんです、ね、もう旦那さんとはもうやっぱり戦友で、うん、もう長いんですか。もう7年ぐらいお世話になってて。そうなんですね、はい、で僕がもう本当にそのもうガクトさん、あの皆さんご存知だと思うんですけど、はい、そのライブの現場っていうのがもう凄まじいこう体育会系の部活のような厳しさなんですね。で僕はもうそんなもん知らない北海道のヤクモンですからいきなりバンドで出てきて、でいきなりそんなとこ放り込まれて、もうなんじゃこりゃってなるわけですよ。もう怒られまくって、あ、これはもう僕はどうせもう音楽なんて向いてないんだみたいになってる時に助けてくださったのが奈々さんの旦那さんだったんですよ。めちゃくちゃいい話じゃないですか、今のとこだけ聞くと本当にでもあれですよね、2人でなんかユニットをやってます、ユニットっていうのかな、ね、あ、そうです。で、あ、そう、それも、うん、そのツアーが終わって、はい、もうボロ雑巾のように僕がなってしまってボロ雑巾でそんな時にその旦那さんが、うん、あの趣味でご旅行、よく日本を旅してるっていうのを聞いて、兄貴僕もついてっていいですかって言って、こう、うん、金魚の糞みたいにくっついてって、うん、そしたらそれが思いのほか楽しくって、それが7年続いてるっていう。長っすごいですね、すごい、まあ、趣味ですね。あ、はい、でも趣味だけどなんかあのマークみたいなのない、背高い人とちっちゃい人あ、そうです、ちっちゃいのが僕 で, そうです。あれいいですよね、なんかコントラスト、わかりやすい。そうです、その、うん、旅ユニットで、もうこれだけいろんなとこ、もうめちゃくちゃいろんなとこ行ったん で,、うん、で僕あの海外の方が旅は好きだって思ってたんですけど、はい、その旦那さんがその日本にもいろいろ面白いとこあるでって教えてくださって、うんうん、あ、こんなに日本にも素敵なところがあったんだっつって、こうこれは面白いなと思って、うん、あの応援してくれてるファンのみんなにも教えたいなと思って、あ、なるほど。でその映像をいっぱい撮りためて、こうライブで見てもらって、うんうん、で旅先で作った曲も聴いてもらってみたいなのが、まあ、ライフワークですかね、そういうのやってます。でもすごいね、旅行行くだけじゃなくてそこで曲作れるって、やっぱアーティストならではの一般的な感覚ではできないですよね。まあ
そうですね、まあ、でも大体酔っ払って潰れちゃって2行ぐらいしかできないんですけど、うんうん、旅先だとそうなんだ、帰ってきて真剣にやろうみたいな。そうです、あの旅行に行ってる時にこうなんか送られてくる LINE の写真で、あの布団が2人分ぴったりくっついたのがあって、はい、あかんって書いてあって、あもう私基本的なの NG ないので、うん、あもう何してもいいけどって返したんですけど何かありました？いやもう大体もう、あこの旅館とか行くとこのお二人はそういう間柄なのねっていう感じで見られるんですよでも見えるかもそれって僕が、うん、あの受けっていうか、はい、そうですよ、出たで、でも、でも日によって違いそうどっちもありそうな感じですよね、うん、どっちもあると思います。だって佐藤さん優しい雰囲気持ってるけれども、うんはいうん、ちゃんと男があるじゃないですか。なんで知ってるんですか、ファンに怒られちゃう。バレてる、全然知らない、バレてるな。いやだってこのね、はい、イケボですよ。イケボさっき言われてました ね。いやいや、イケボなんて言われたことないよ。いやいやいや、嬉しいな。ちょっとちなみにみたいな、おはようとかここで言っていただいてもいいですか。いやいやいや、ちょっと聞きたい、うん、おはよう。いやいや、ね、こうやって自分で撮るじゃない、なんかあの自分の歌とか聞く機会あるけど、本当でも嫌になりますよ自分の声って。イケボだよね、本当にちょっと勘違いしちゃう。この声で目覚められたら皆さん絶対よくないですか。勘違いしちゃう。歌とかは歌います。歌はなんか自分の誕生日のライブの時とかは、うん、ちょこっとだけ歌ったりするんですけど、でもやっぱり本職じゃないから。いやいやいや、自信ないよ。いや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 、でもやっぱ楽器とかやってるから音痴じゃないじゃないですか、うん、きっとね。あもうだから自分で音外してんの分かるわけ。あだからそれが辛いわけ。あなるほどなるほど。そうそうそう、アーティストあるあるかも。だってもうね、うん、こう素人は外してても気分よく歌えるけど確かに、ね、自分が楽しきゃいいってなるけど、プロは、ね、ハードルが高くなりますかね、自分に対して。ちょっとこれはちょっとファンのみんなに聞かせらんないなとかなるわけですよそう今ねイベントの話が出たのちょっと本当に話がずれてっちゃってあれなんですけどはい、帰りますね。あの2月23日にバースデーイベントがあるんですよね、はい、そうなんです、そうなんです。まだね、はい、3% ぐらいしか決まってないから少ね少なあの2月の23が誕生日で、うん、その、うん、もう毎年こうやることを変えてるんです。ファン旅行で地元北海道にくっついてきてもらったり、はい、なんかカフェの一日店長やったりとか、まあ、もう趣味に付き合ってもらうわけですよ、うん、誕生日だから許してね。あわがまま言ってもいいでしょみたいな。すごい楽しそうなんです。今年はちょっとこの会場でこれをやりたいっていうのがあるんですけど、うん、その会場 あの返事待ちっていうか返事待ちリアルに、はい、そういうの全部 100% 自分で考えるんですか、うん、なんか人とのこう会話で、うん、いつも一緒に動いてくれてるもうスタッフさんと話してて、うん、それ面白いねって盛り上がることもあるんですけど、だいたいもう夜な夜なこうはこれはっつってだいたいこう携帯とかメモしといて、うんうん、っていうことが多いかもしれないですね。へ楽しみだね。 3% しか決まってない割には場所も考えてるから結構決まってますよね。アイディアあるんですけど、うん、あの決まってないっていうか。なるほどね、はい、だからすごいな。無事できたらいいんですけど。バースデーイベント、はい、これは楽しみですね。楽しみですね、はい、あとオンラインサロンというか、 なんか、ねうん、ちょうど今日そうなのツイッターで告知をされてましたが、うん、そうなんです。明日から、はい、明日の午後3時10分にオープンします、うん、あね、全部さ、はい、こだわりなんだね。3時10分とか。いや、まあうん、あのそれって言っときゃいいかなと思っていやなんかでもすごい意識つられてしちゃって、うん、出かけてる時とかに310って数字を見るとすぐ、うん、あの主人にこれ写真に撮って送った方がいいんじゃないのみたいな。なぜか里チェックをしてるっていう、うんうん、あいや嬉しい。でもしかしてですけど、はい、ポケベルやってて結番310でした。あちょっとポケベル世代では僕ね。うわそういうことか。やだごめんなさい。失礼しました。ちょっとこれはやだやだちょっと、ま、あごめんなさい。違うね。違うか。結番って何ですか。もう話変えます。あ、はいはいはい、あ分かる人はもう私のことかわいなんか応援してください。後でググります。すいません勉強不足で。本当に勉強しといて来週までに。すいませんお願いします。あといろんな告知も聞いていきたいんですけど、あの、はい、アッショさんの、そうだそうだ、アッショさんね2回うちの番組にゲストを出ていただいてって、ね、8月に出ていただいたんです、はいはいはい、アッショダヒーロー、アッショダヒーローさん、うん、が何でしたっけ、はい、あれ、はい、1月から1月から、あ、そうそうそう、ツアーがあってそう1月からツアーがあって全部出ます。で全部出ます。来てください。一押しアーティストです。すごいですよね。これ海外公演がスタートなんですよね、はい、です。
これ発表しちゃっていいのかな、大丈夫ですね。あ、大丈夫です。1月の4日の甲州からスタートのはずです。すごい。ということは今年はあれですか、はい、年末は練習が、はい、リハとかですかね。年末は結構、まあ、他のリハーサルとかもあるんですけど、うんうん、はい、年末はカウントダウンイベントもあって、あ、そうなんですね、はい、サポートベーシストの活動がありがたいことに結構入ってます。カウントダウンイベント、はい、カウントダウンジャパンっていうフェスがあるんですけど、まあ、それ29日ですけど、はい、そういうのも出たり、そんなお忙しい中ありがとうございます。いやいやいや、マーヒーです、まあ、マーヒーですよ。予定ないっす。なんか佐藤さんってちょいちょいなんか里ワードが、里登録みたいなの出ますよね。もう本当暇なの。またまた、そう、またまた暇なの。暇なんですよ。可愛いな。本当は予定がある予定だったんだけど全部なくなっちゃったから。おっと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 、クリスマス全部なくなっちゃったから。クリスマス空いてるな。あれ、バレてるな。バレてるな。かわいそうだから突っ込むのやめようかな。もうやめて、さらっと言います。もうやめて。でもね、私あれも気になる、このムーンボー、うん、ハワイ、ね、前ね、ムーンボーチェイサーの、うん、としてここにお邪魔したことも実はあった、うん、一度、ね、ムーンボーのホームページで見ててあった、はいはい、あって、うん、それはあのなんていうんですかね、あの夜の満月の夜にあのハワイとかでこう満月、普通虹って太陽で出るじゃないですか、うん、はい、雨が降って、はい、それの月バージョンがあって、そういうことなんだ。それがハワイで有名なんですけど、うん、でちょっともうこれ話すとめっちゃ長くなるんで割愛しますけど、はい、その活動していく中で、あ、ちょうどしてた、やった、このアクセサリーを友達にデザインしてもらおうと思った、うん、その中でその、あの虹を、はい、なんかモチーフに入れてって言ってたら、その友達がその月のモチーフも入れ始めて、そのデザイナーの友達が、うんうんうん、いや月はいらないんじゃないのとかっていろいろやり取りしてるうちに、そのムーンボー、夜の虹っていう自然現象があることを知って、うん、これがめちゃくちゃ縁起物なんですよ、うん、でこれは見に行かなきゃまずいんじゃないのって作るんだったら、はい、でそのデザイナーの友達とカメラマンの友達を連れて、うん、そのハワイに通うようになってしまって、そっアクセサリースタートなんですね。そうなんです、すごい。オリジナルのが欲しくって。なるほど、素敵。ちょっと分かりづらかったです、ね、調べたもん、画像めっちゃ綺麗ですよね。そうなの、佐藤さんので知って調べて、何これ、なんか見れる可能性がもう3割以下って言われてて。見れました。見れました。いいな、いいな、見れました。でもどういう条件が揃った時に見られるんですか。それはもう基本的にやっぱ太陽と違って月ってあんま明るくないんで、うんうん、相当虹もぼんやりなんですよ、うんうん、だから街灯とかがあると街灯に負けちゃうんで、うん、もうめちゃくちゃ田舎、うん、街灯ハワイの中でも田舎、そうです、うん、山奥とか で、うんうんうん、でかつスコールが降ってたり、そのそうか、雨が、そうです、雨が、水が必要ですね、で上がった時そのスクリーンになるんで、それが、うん、へえ、すごい、生で見たいですね。でも縁起物見れたって最高ですね。いやもうちょっとあやかっときます。あやかりましょう。あやかる感じで。いやいやいや、じゃあそのあやかりつつ曲聴かせてもらっていいですか。あ、そうです、はい、いいんですか、僕が選べるんですね。はい、ありがとうございます。曲紹介お願いします、はい、じゃあ人の曲なんですけど、サポートさせてもらってる、はい、みつくんというアーティストで、みつくんの蜃気楼を聴いてください。
ヤガールプロジェクト。ジェーナグループがお送りする渋谷女子企画、この時間も引き続きお話を佐藤さんに伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、1個アナウンス忘れてましたね。今日撮影 OK なので、皆さん佐藤さんのことをもうぜひぜひ、うん、ぜひぜひ撮ってください。動画を撮ってる方もいるのかな、うん、みんな頼むよ。動画よりもできれば写真の方がいいですね。写真を撮っていただいて、できればハッシュタグ佐藤とか渋谷女子企画とか、嬉しいです、拡散をしてください。お願いします。はい、はい、ということで、佐藤さん の, その変顔とか載せないであげてください。ちゃんと、ちゃんと変顔 OK ですね。白目とかあげといてください。バグってる顔も、いや、むしろすごい、そんなフリーで大丈夫なんですね。いやいや、いい、そんぐらいがいいですよ。なかなかないですよね。なかなかないと思います。ここまでのフリー素材頑張ります。肖像権フリーとして頑張ります。ありがとうございます。お願いします。はい、ではここではですね、番組のツイッターで質問を募集させていただいたので、それにどんどん答えて、はい、いただきたいなと思うんですけれども、はい、はい、ありがとうございます。はい、まずですね、音楽、旅、コーヒーなどたくさんの趣味を持つ佐藤さんですが、うん、もしベーシストじゃなかったらどんな道に進んでいましたか、またはどんな職業に興味がありますかと。あ、これ気になりますね。気になる。僕、会社員になって、はい、で会社をリストラになって、はい、でその時に誘われたバンドで上京したんですけど、でもその会社 でも1年ぐらいしかいなかったんですけど、 その前までずっと、学生やりながらなんか人材派遣の真似事を してたんですよ、はい、そのなんか後輩とか仲間をこう日雇いのアルバイトに派遣してみたいなのをやっとって、だから人材派遣業やってたかもしれないですね。へー、人に歴史ありですね。ねえ、多分あれですね、人を使うのがうまいって言ったらあれですけど、人脈があって、ね、求めてるものと求めてる人をこう、そのちゃんと中心になって流せるってことってやれますかね、これからで。いや、いいんじゃないんですか、これ。派遣、私もやってたんですよね。本当に本当に、後でいろいろ話しましょう。ついていきます。姉さんバリバリです。ついていきます。そうなんだ。じゃあその、会社員は本当に普通の会社員だったんですか。そうです、なんか IT 企業で、なんかいっぱいこうインターネットのなんかこう回線をこう、うんうん、売ってる会社、すごい一時期増えたじゃないですか、うんうん、それでそこのなんか営業でやってました。スーツとか、スーツ着てました。ネクタイしてました。あらおばちゃん出ちゃいましたけど。いや普通にサラリーマンでしたよ。なんかイメージできそうで、そうなんだ。なんかコスプレ感を感じるな。そう、わかります。どういうこと。だって私制服の姿とか見たことありますからね。確かにね。はい、ありがとうございます。かわいい感じで、はい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、こんばんは、渋谷女子企画のご出演おめでとうございます。ありがとうございます。お引越し先の住み心地はいかがでしょうか。カーテンは購入しましたか。あ、いい質問です。これはいい質問なんです。これはね、めちゃくちゃタイムリーで、はい、素晴らしい。昨日買ったんですよ。おっと。昨日買ってタイムリー、昨日買って、うん、今日の朝つけたんですよ。なんて偶然。すごい。すごいですね。そうなの。こういうなんていうの、ブラインド、おしゃれな、またなんていうかな、こういう風になってるんだけど、うん、こう引っ張るとこう閉じるみたいな、あ、ごめん、うまく言えない。昔のこういうなんか斜めに行くんじゃなくてってことですね。あ、じゃなくて、なんか布の、布がこう透明白みたいになってて、うんうん、引っ張ると白で重なって真っ白になったり、あ、なんかそれ、なんか明るさ変わりそうです。なんかそれ途中で投げやりな、うん、投げました。それつけました。おしゃれなやつ、はい、おしゃれな、うん、住み心地はどうですか。住み心地はですね、うん、いいですよ。気になりますね。住んでる家の2階が全員フィリピン人の方で楽しいです。メンバー濃ゆいですね。メンバー濃ゆいですね。ここ東南アジアだなみたいな。そういう感じでね、ちょっと旅行気分も味わえる。だから、程よく緊張感もあっていいです。なるほどね、はい、ということです。あ、そう、旅好きといえばね、佐藤さんと奈々さんにも一緒に来てて、うん、はい、沖縄に近々一人旅行こうと思うのですが、おすすめなプラン、場所、カフェありましたら教えてくださいと。沖縄、うん、本島かな。
本当、しかも私も行ったことがないんですよね。あ、そうなんです。僕離島も結構好きで、私も離島派です。いいですね、あの海に入りたい人なのか、ね、とかにもよりますよね。何をしたいかに、それで言うと今聞けないからそうか。じゃあカフェ、カフェ好きの佐藤さんで有名でしょ、沖縄で。沖縄のあの、那紀仁って、あの北部の那紀仁村って分かります？一番北の美ら海水族館まで行って、そこからもっとぐるっと回って、あの伊勢とかがあって、その北の海岸線は本当海も綺麗で、僕行ったら必ず行くオンザビーチってカフェがあるんですけど、そこやばいですよ。オンザビーチ、もうね、もう壁が全部窓 で、もう、海側の、そこはもうね、もう一日入れますね、そこはね。パンケーキも美味しいです。かわいいですね。女子な感じが女子美味しいですよ。コーヒーも大好きなんですもんね。好きです。そのなんかその浸りたいのよ、その雰囲気に浸りたいのよ。なんか今日女子会かなって今思っちゃった。だって女子企画ですね。女子企画、確かに。なんかちょっと今日ちょっとぽいなんかユニット感ありません？そうそう、私たちね今日たまたまなんかすごい計らずして緑にグリーンでね、クリスマスカラーなんですね。メリークリスマスに。そうそうなっちゃいました今日。聖なる感じをね、聖なる感じ降臨していただいて、いやいやいや、僕は漆黒です。漆黒はい、奈々さんおすすめあります？沖縄は、あのパンケーキ屋さん、ちょっと私今ごめんなさい、名前をど忘れしてるっていう温故つむりなんですけど、あのブログ掘っていただければあるんですけど、そこでも多分いろんな芸能人の方ブログ見てても出てくるんですけれども、ものすごい美味しいです。なるほど、ね、どの辺ですか？あの花風ホテルのそばらへん。ざっくりざっくりですいません。あとでツイッターでつぶやこう。田中果実店っていうところの多分姉妹店みたいなのなんですけれども、あのちなみにうちの主人がパンケーキナンバーワンって応募しておりました。なので多分すごい美味しいんだと思います。あの人は相当食ってるからね。そうなので、まあ、信用できます。一番美味しいっていうことは美味しいんだと思います。あ、沖縄あれがあった、バカール。バカール何ですか？バカールのピザがめちゃくちゃ美味しいんですよ。本当ですか？そうです。僕2ヶ月前に弾丸でちょっと行ったんですけど、那覇、全然那覇なんですけど、バカール。バカール。メモ。バカール、絶対行ってください。絶対行ってください。そこのピザ。バカール。B-A-C-A-R でバカールだったと思うんですけど、ピザメモときます。ここやばいっす。ここはカウンターでピザを食べるんですけど、あの気づいたらなくなってるんですよ、うますぎて。そう、ワンフォールというか、目の前で焼いてくれるんですけど、その職人さんがまたかっこよくて、多分惚れますよ。惚れるし、ピザもうまいし。これちょっと行かないといけないんです。絶対行く。行きます。糖質制限しててパンとか全然食わないんですけど、バカールのピザだけは OK にしてます。あ、なるほどね。全部ダメだとね、ちょっとストレスになっちゃいます、ね、たまにはたまに行ってください、バカール。行きます。あとですね、先日のライブで佐藤さんが奈々さんの料理をごちそうになるときいつもジップロックを持参してると言ってましたが、佐藤さんが今まで食べた中でどの料理がお気に入りでしたか？いやもうね、奈々さんの、ね、料理やばいっすよ。いや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 、ちょうど 先週ですね、あの、はい、うちに打ち合わせがあてら来ていただいて、ありがとうございます。ごちそうにあっております。とんでもないです。とんでもないです。チーズフォンデュ一緒にチーズフォンデュ、ね、美味しかったね。もうね、うちの息子があの佐藤さんが 大好きで、ちなみにあの、多分毎日、多分じゃないですね、毎日あの私の携帯に入ってる動画で見直してます。そうなんだ、嬉しい。ツイッターとかも見てて指刺してあって言ってるんで。でも好きなのは一緒にいて伝わってきてるし、佐藤さんも好きでしょ、なんかね、気づいたら2人で遊んでる。ちょっとこれロマンスあるかな。あれ、年の差、年の差だし、なんかいろいろとざわついてる。ざわつく。令和2年何かが起きるね。なんか、ね、大きくなったらスナックに連れてってあげようとか思ってたけど、ぜひぜひ教育お願いします。飲みに行けるといいですね。お酒強いといいですね、一緒に。いやもう私がね全く飲めないので、もうでも、もう片方が、まあ、とんでもない酒豪なので、どっちの DNA を引いてるかが、ぜひね、怪しいんですけど、多分あっちがた見た目も強いと思うので、まあ、顔面は完全にあっちですよ ね私にも 1ミリも似てないんで。本当に奈々さん要素がないですよ ねもう真四角だもんね、これ ね、 ね、あの海の親に向かって真四角っていう、ね、だってもうほぼほぼ奈々さんも顔同じぐらいじゃないですか。いや奈々さん味感じないな、確かに。そう、
私のお腹にいたんですけどね、10ヶ月。そうですよね。旦那さんから生まれてきたような気がするってずっと言ってましたよね。いや、もう多分旦那が産んだんじゃないですか、うん、っていう説もありますね。ちょっと一時期ね、だからちょっと一時太ってたんじゃないですか。今ちょっとまだ置き土産が、ね、ついてると思 う, かあ、だから20キロ痩せたんですね。多分なるほどかと思います。そんなまとめ方でいいですか。時間がなくなっちゃったので、ちょっとまた曲をね、そうしましょう、紹介させてもらっていいですか。はい、はい、です、はい、佐藤さんからお願いします、はい。ですね、来年一緒にツアーも一緒に、はい、回らせてもらうアシュダヒーローの、僕の一押しの曲、ゲートキーパー。ガールプロジェクト。始まりました、七色夢日記番外編。イエーイ、イエーイ。ということで、今日は今年最後の放送なので、年末にふさわしいコーナーにしました。はい、ズバリ今年の漢字一文字教えてくださいって感じです。ということです。漢字一文字で表しちゃう、はい、あれですね、はい。今回の12月はほとんどうちの番組全員に聞いてるんですよ、ゲストと MC にも。でちょっと先週発表されて、日本の漢字が、ね、清水寺で、どういう寺があれですよね、令和の令っていう感じですね、うん、発表されたので、うん、ぜひ2人にもね、それを聞きつつ今年の話も聞いていこうかなと思うんですが、はい、佐藤さん、はい、もういいんですか。どうぞ、はい、令和バリにやっていいんですか。いいですよ、はい、令和バリにお願いします。はい、ドン、どこに、どこあっち、1カメですか。1カメ命、おー、いやもうね、今年はもう本当命がけで、はい、さっき話にも出てましたけど、ガクトさんのバースデーライブっていうのがですね本当にまあファンの方とかよく知ってらっしゃると思うんですけど、命がけだったなわけですよ、うん、本当にもう寝ないでね、もう本当にやるわけですよ、リハーサルからね。でもまあそれだけ、まあ本当、まあ終わったから言えるのは、もう命を懸けたからこそ、もう達成感もすごいわけですよ。だからこう、なんかギリギリ前で追い込むから、自分のなんていうか、自分で自分の変化に気づけるってすごい贅沢だなって思うし、やっぱそれだけのことをしたなと思うし、まあ、それはガクトさんからね、兄さんから教わったことでもあるんですけど、うん、なんか命をかけてよかったなって思うし、なんか、うん、そういう1年だったなって思います、うん、素晴らしい、うん、真面目だね。真面目いや、でもそういう1年でしたよ。結構すごい久しぶりにって言っちゃった。ベースすごい練習したし、ねえ、いやいやいや、なるほど、ね、すごい、ありがたい話です。すごいですね、はい、あそこの一日にこうかけていくエネルギーは、まあ、私もふんわり外からは見ているので、うん、すさまじいですよね。そんなストイックなんですね、うん、まあ、もちろんね、演者の方もね、スタッフの方もね、ガクトさんのとこだけじゃないですけど、もちろん全部ね、うん、全身全霊でやりますけど、なんかすごいそういう、なんだろう、命をかけてもう自分ができることは全部やろうみたいな、うん、なんかこれで死んでもいいぐらいの、なんか死んでも後悔がないように、なんかまあそんな一朝一夕で楽器なんてうまくならないですけど、それでもやっぱ1ミリぐらいうまくなるかもしれない。でもなんかそこまでしたものを見せてもらえるっていうファンも嬉しいですしね、きっとね。はい、命ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ナノさんはすごくいい話の後にすごい、すいません、ポンコツトーク出しますよ、これ。どうぞ。はい、ナノさん、ナノさん、こちら、すいません、笑い、おー、うん、笑っちゃいます。もう今年はちょっとね、本当にブログにも書けない珍事がうち多すぎたんですけれども、うんうん、まあ、でもこれ一つは佐藤さんに救われてるのが、ちょうどその、うん、某7月の4日あたりにある、うん、あれですよね、はい、まあ、ちょうど午前2時過ぎに、はい、午前2時過ぎに私が寝ようとしたぐらいに LINE が来たんですよ、はい、おやと思ったら佐藤さんからで、うん、兄さんがやばいってそれだけ書いてあったので、そうです、やばいっすって書いてあったんで、うん、うん、これはもうきっと帰ってこないだろうなと、私はそこで、あ、了解ですっていう感じで、情報ありがとうございます、うん、ということで、ね、ありましたね。そうなんですよ。そしたら本当に朝の6時に今六本木から帰るかな、なんか連絡が本人から来て、本人シラフのつもりなんですけど全くろれつが回ってなくて、でも危ないからタクシーで帰ってきてって言ったんですけど、怖い怖い怖い、みたいな、
うん、もったいないからって言って電車で帰るって言ったまま、うん、うち一応東京のと、まあ、どこかなんですけれども、うん、8時間ぐらいかかったんですよね、帰宅するまでに。そうですか、大阪行けちゃうね。ねえ、いや、ハワイにも行けますって私はすごい結構いろいろ言ったんですよね。本当だね。でも結論はあの某地下鉄の駅で5時間ぐらい寝てたらしいんですけれども、うんうん、あれはもう佐藤さん の, あのやばいっていう情報をいただいてなかったらちょっと本気で警察に捜索お願いしちゃうところでした。そうか、いやでも、うん、あのちょっと思い出したんですけど、あの旦那帰りました、今帰りましたって送ったじゃないですか、うんうん、はいはい、でなんですけど僕その数時間後に旦那と朝うどん食ってたんですよ。あれらしいんすよ。あれらしいってこと。だから僕も相当ポンコツだったいたんすかいたんじゃんみたいな、帰ったと思ってた。むしろどのタイミングで送ったのかも不思議ですよね。あれ一緒に食ってるみたいな、ね、あので、ね、一応ツイッターで念のためこう捜索願いをかけたんですよね。あの目撃情報募集して、うん、はい、で一応これは何か見つけた際にはなんかあの原発の処置をした方がどうかなと思って、一応あのまあ、ご本人に LINE で確認したら優しく見守ってくれというお返事が来たので、あ、なるほど、うん、家の中では笑い話で終わりました。あ、よかったです。いや、まあ、無事でよかったですよ、ね、そう、それをこの感じでってすごい、ね、そうなんです。え、でもなんかそう質問ありましたよ、他に今質問に戻ると、はい、佐藤くんも、うん、結構あれですよね、お酒の失敗エピソードがあるとのことなので、はい、それ知りたいという、いそのうどん事件もそうですけど、うん、他にあります？そうですね、あの全裸で大阪のバーで寝てたとか、ね、おっとおっとおっと、起きたら、それはえ全部あのさっきのアッシュダヒーローのツアーですごいいいライブをして、うん、やっぱ仲間と盛り上がっちゃってバッて起きたらさっきまで飲んでたはずのバーでみんないなくて僕だけ裸で寝てた床で、それって自分で脱いだのか脱がされたのかどっちなんでしょうね。これ一滴も飲まない人間として結構疑問なんですけど、でもやっぱこう飲むと一定数脱いじゃう方っていらっしゃるじゃないですか、うん、なんでしょうね、なん暑いんですか、気分良くなって、あの、ね、僕も聞きたいわからない、うん、でもなんかあの締め付けないのが嫌で脱ぐ人は多いですよね。そっかそっか、それはあるかも、うん、そう、あとはその踊りたくなっちゃって脱いじゃう人とか、サービス精神とかはの人は多いですけど、そうなんか酔っ払ってる人の生態がすごい興味深くて結構メモっちゃうんですよね、うん、うちにもこう一名やっぱり いるんですけれども、はい、ベロベロに酔った時に、はい、布団で寝ればいいのにあの大きい体を無理やり縮こませてなぜかソファーで丸まって寝たがるんですよ。あ、なんでかって、ベッドまでたどり着けないですよね。いや、布団を通り過ぎちゃうんですよ、ソファーでもね。どうしてソファー、なんかなんとなく、うん、なんとなく眠りに引きずり込まれたいんですよ、ソファーとか。なんとなくあります、全然わかります。え、全然私もこっち寄りですもんね、こっち同じグループ、はい、ありますあります、あります、布団じゃなくて、うん、別の場所で床ひんやりしてて気持ちいいなってベッドの下で寝てたことあります、私どうしてベッドの本当に横で寝てて、それやばいっすね。そうなんですよ、どうしたら、そんな色々ベッドじゃダメ、いや、この一段行けなかったんですよね。へぇあ、上がれなかった、上がれなかった、たどり着かなかったってことそこ頑張ってほしかった。でも、じゃあ多分、うん、まあでもこっち側ですよね、一緒にワインいただいて、ね、そうですね、ありがとうございました、あの世話をお願いします。これからもいっぱい飲ませてもらって、うん、そうですね、待ってます、本当に優しく見守ってあげてください、お酒飲みの代表としてね。そうです ね、よろしくお願いします。我々もいつか世話になるかもしれない、ね、すぐ世話になるんで待ってます、はい、じゃあまた曲の方お願いします。曲紹介、はい、はい、僕も参加させてもらった、同じアッシュダヒーローのプロローグ聞いてもらいます。俺がいつでも救ってやる、まあ、
渋谷ガールプロジェクト。19時から始まりました渋谷女子企画、なんとお別れの時間が近づいてきました。早い本当にね、本当に瞬殺で終わっちゃうんですよ、うん、はい、なのでね、せっかくなのでちゃんと告知をしていただきたいなと思って、はい、もう一回お願いします。はい、はい、今年のクリスマスイブは、はい、みつくんのクリスマスライブがあります、はい、うん、24日、はい、だから寂しくないんです。あー、なんかね、ずるいこの告知の仕方、なるほど、はい、で、先ほどもお伝えしました、1月から、はい、アッシュダヒーローの全国ツアーを、うん、回らせてもらいます。5月の4日が赤坂ブリッツ、マイナビブリッツでファイナル、うんうん、であとは2月の23日に、はい、自分のバースデーイベントを予定しております、はい、そしてファンコミュニティアプリが、明日の午後3時10分からオープンします、はい、よろしくお願いします、はい、すごい盛りだくさん。 あとあれですよね、29日カウントダウンの、カウントダウンジャパンがありますね。さすがですね、はい、それで仕事納めをしてきます。はい、まだまだ年内もね、お忙しいようですが、ね、だから細かいいろんな情報はツイッターやらインスタもやってますよね、はい、そうですね、ツイッターとかオフィシャルサイト、うん、はいはい、こちらまで絶対出ない、お願いします。けどこちらやりたくなりますね、これ、はい、SATO 佐藤な、すぐでも出てきますよね、310cafe.net で、うん、はい、出ますね、お願いします。わかりました、何どうぞ一つお願いします。そう、なんかツイッターでね、その、はい、質問というかそのあったんですけど、佐藤さんが、うん、佐藤ちゃんがサポートしている箱ライブへ行ってみたいけどなんか部外者かなと思ったりして、うん、なかなか思い切って行けません、うん、若い子たちのライブはおばちゃんにはハードルが高くてなかなか行けません、うん、佐藤ちゃん行ってみたい、どうすればいい、てか行ってもいいですか、岩手のママより。あー、なるほど、はい、でもやっぱあの、やっぱ椅子があるホールのライブとやっぱライブハウスってやっぱ違うじゃないですか、うんうん、立ちっぱなしですもん ね、どっちも良さがあると思うんですけど、うん、割と僕がサポートしているアーティストはなんか巻き込まれて怪我したとかはすごい少ないというか、うん、安全な、はい、人格者が多いです。人格者が多いあのそれはアーティストもファンも、うん、大事ですね。だからあの、うん、来やすいとは思うので、まず最初に後ろの方で見てみて、うん、あ、これなら大丈夫かなと思ったら前にも来てもらってとか、うん、段階を踏めばいいんじゃないですか ね、ぜひぜひね、うん、行ってほしいですよね、ライブ、うん、ライブハウスはね。でも確かに私もあまりこう音楽のライブって今までこう人生で そんなにってか行ったことが数えられるぐらいしかないんですけれども、うん、初めて行こうとすると多分ちょっと一瞬ハードル高く感じるのかもしれないですね、うんうん、ね、うん、なのでぜひね、勇気を持ってまずぜひ後ろの方からね行ってみてください。ぜひぜひ、ね、分かんない、最初からすごい前列に来ちゃうかもしれないですよね、ノリノリで全然来るじゃん、ね、いや、お待ちしてますよ、来るじゃんみたいな、お待ちしてます、ね、そういう人たちのためにもライブの情報を SNS でチェックして見てほしいと思います。はい、はい、佐藤さん今日はどうでしたか。はい、今日はあのこうやってあの一人でこうやってあの、うん、呼んでいただくことってすごく少ないので本当に貴重な時間ありがとうございます。本当に何もないです、こちらこそ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。あの来年はさっき命って書きましたけど、来年はもう来年を漢字にするならもうが、あの我って書いてがだと思ってて、もうなんかもう自分のなんかお役目をしっかり、自分にしかできないことをもういい悪い武器にしてやっていきたいと思って、また呼んでもらえるように、うん、頑張ります。ぜひぜひ。すごいちゃんとしてますね。いやいやいや、もうやっぱり40を目前にしてやっぱ気合い入れないとちょっとそうですね、はい、よかった、やっぱ大人でしたね。大人ですね、見習います。ちょっと本当最近ポンコツがひどすぎて。奈々さんが、そうなんですよ、奈々さん今日はどうでした。今日も、奈々さんの感想も聞こうかな。あ、ね、うん、今日最後ですもんね、年内ね。そうです、年内最後。なんか前回の隼人さんに引き続きこのなんか、うん、アットホーム感が心地いい、ね、優しい人で。隼人君だったのね、うん、そうなんです。ありがたいです。いやもうね、はい、佐藤さんのなんかこうお仕事現場私は見ることがないので、うん、よそ行き佐藤さんは、あ、不思議な感じです。そうですか。いやもう、ね、いつも奈々さんの飯をただただ平らげる男なんで。もうお母さんじゃんお母さん、お母さん、お母さんですね。来年もご飯作るので、いやもう来てください。あの保温機能のあるジャーを持ってぜひ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 、あれを持って、はい、その時は私も行きますね。待ってます、はい、残念ながらお時間になってしまいました、はい、
本日のゲストはベーシストの佐藤さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。そして来週はパラデル漫画家本田修さんと米山あかりさんの回です。ゲストは1月にワンマンを控えているツイスターズの荒尾さんと佐藤優子さんにお越しいただきます。お楽しみに。渋谷女子企画、この番組はキレイをサポートするジェイナグループがお送りしました。本日もご観覧ご視聴ありがとうございました。公開生放送なのでぜひこちら渋谷クロス FM のスタジオに見に来てください。それでは来週もお楽しみに。そして今日観覧に来ていただいた方、本当寒い中ありがとうございました。良いお年を。佐藤さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。メリークリスマス。